今後、えー、タイトルにも、あの、ありますように、あの、僕は、中二病じゃ、ありません。ということについて、あの、お話ししていこうと思います。結構ね、あのー、いや、りょうた中二病だよね、みたいな、言われたり、ね、いろいろ、うん、いろんな人から、あいつは中二病だと、い、うん、うのは結構ね、巷またで、 あの、騒がれてんですけども、あのー、僕ね、中二病じゃなくて、うん、あのー、小児病です。はい。なんでねあの、小児と中二って全然違う、うん、わかりますよね、見てる方も。小児だったらね、7歳とか8歳でしょ。中二っても十14歳、13歳、4歳でしょ。うん。なんね、8、9、10、1 7個とかも違う。その違いって、うん。結構でかいからね。うん。しかも小学生のね、6歳のね、90超えて90と97は、まあ似たようなもんだよ。うん。7歳と14歳なんてだいぶ違うから。うん。あの、そこんとこね、あのー、間違えないで欲しいっすね。うん。まあむしろ、まあ僕は、あの、ピーターパン症候群なんで、 うん、あの、小児病、でもちょっとね、あ、大人っぽく見られたな、ぐらいな、感じですんで、うんそう、中二病って言ってる方、しっかりも、まあ、今後訂正して、最低でも、うん、小児病だね、ということで、言ってください。はい。というわけで、その話題は終わりまして、あの、明日、あの、新しいね、あの、ミュージックビデオが公開されるということで、うん、田舎で夢持つ若者のね、 あの、応援ソングとなってるんで、うん、大変でしょ。田舎で夢持ったら、登場圧力先輩勝手とかいろんなさ、コロナ一つにしてもそうでしょ。コロナなったら犯罪者みたいな。俺もなんかね、あの、PCR 検査とかめっちゃ受けたんだけど、何回もね。一回も運よくコロナかかってなくて、だけど騒ぐよ、田舎もんって、あいつがコロナ持ってきたとか、全然なってませんからっていう話なんだけど。まあいいんだけどさ、じゃあ自分がなったらどうなのっていう。いつどこで自分は大丈夫とか思って言うのよ、そういう人って。 いざじゃあ自分がなった時にどうするのって話だよ。だから人のことを常に許さなきゃいけないし、コロナが悪いことじゃないじゃん、なってもしょうがないじゃん。そういうことじゃなくて、そういうね、田舎の、うん、そういうのも変えていきたいなっていうか、俺が発信、ね、若者の意見をどんどん発信したいなって。まあ、田舎の若者ってなかなか発信できないから。うん。その田舎から都会に出て、だったら発信できるんだけど、田舎にいて、だったらね、結構、 世間って、まあ、世間は広い違う違う世間は狭いけど世界は広いから、まあ、もっと俺はねいろんな、あのー、視野を広く見させてもらってなんでいろんなもん見てますので,でそういうことも踏まえた上で発信していこうと思うんで、あのー、田舎の夢持つ若者の皆さん